よしやろうか、マリオスタライガーズバトルリーグ、今日もやりましょうか。さあ前回クラブ、私だけのクラブ設立しました。マッスル大だらずね、筋肉たちを集えってことでクラブ作ったわけなんですけど、クラブ作った直後だとなんか人がいなくて苦しみました。今回人入ってくれてるかな、やってみましょうか。さてでわっ、2人ぐらい入ってる、嬉しいね。いや、いっぱい入ってたわ。あ、マックス20に入ってたわ。はい、というわけで我がチームに来てくれた人、ありがとう、ありがとう、間違いなくありがとうということで、みんなのメンツを借りて今からちょっと遊んでみたいなと思います。次シーズンから頑張ろう。まだ今シーズンは俺たち参加できないのでね、これで今から遊んでみたいと思います。さて戦いましょうかね、マッスルダイダーズ頑張りましょう。さて、キャプテン私ダイダラ行くぞ。さあメンツまあで、ね、なんかめっちゃ選べる、やば、まあ、とりあえずロゼッタエースストライカーにしようかな。ロゼッタエースストライカーにして、で悪いじ、あ使えるんだ、悪いじで、俺と最強メンツと同じ感じでいくなら、フィジカルシューターのクッパ様。フィジカルシュータークッパ様だな。で、一番後ろに、フィジカル、でスピンちょっと上げてんのが悪いよ。で、面白いね。てか、悪い字2体とかできるのやばくね？悪い字2体って。ぶっちゃけ悪い字2体強いと思うんだけど。悪い字2体な。普通に強えよな、どう考えても。あ、選べないのか、さすがに。ワリオで行こう。よし、というわけでメンツはこれで行きましょうか。ありがとう。マッスルダイダーズ、やばいぞ。32敗してる、我がチーム。頑張ろう。勝っていこうぜ。さて、勝負だ。行くぞ、みんな。さあ、右側ですね、僕のチームは。よいしょーい。土下キノコくん。おっと、危ねえ。さて、痛い。おっと、さあワーリオ走っていき、ワーリオロゼッタ奪い取れ。よし、さあ奪い取っていきつつ、おっと、やばい、危ねえ。はい、ワーリオ取っていく、いこう。さて避けろ、おっと、はい、シュート、惜しい。さて、すごいパスしてますけど、どうしますか。クッパ様、どけ、危ない、悪い字、走れ悪い字、痛い、クソは、おら、暗い、緑コーラ、おお、誰もおらん、やばいってさて、いきなり入れられてしまいました。クッパ様の華麗なるシュート、やりますね。ダイダラーシュート、あ、いや、コーラに当たった今最悪だねえ、ほい、おれい、さてさてさて、はい、とシュート、シュートからの行って、マジで吹っ飛ばすな、ほらシュートをしたいけど吹っ飛ばされる。よし、早いなお前、足早すぎるだろ。さあナイス、ナイスディフェンス、ふい、よいしょ、やばって、いって、今の飛ばすなや、ほらクッパどけ、よし、ワーオー、いってーよー、アイテム飛ばされてつか、おっと危ねえ、さあ飛んでけ、はい、シュート、いって、飛ばすなさあナイスシュートだけど、しっかり止めてく、ありがとう、ナイス、いい飛び方。さあめちゃくちゃアイテム使ってくるな敵、おい、やべ、さあいい感じに止められるな、これ、おっと押していく、残念でした、ハイパーストライクさせません、なんで入るんだよなんかなんだろうな、すげえ違和感あんだよ、戦ってて、すげえ難しいこのゲーム。よし、避けていけ、はい、どかして、うえー、うまいね敵、正直言ってマジでうまいね、これ、いた、おー、ナイス飛べー、ナイス飛べー、おっと飛ぶねー
重すぎる重すぎる。いや普通にねギャラクティックの CPU ぐらい強い敵ポッタムで飛ばしていって走れ。はい、シュート。押した、全然ダメだ、悪いし脚力足んで。はいはい、うい、飛ばして飛ばして、これ取ってよ、こうよいしょ。あれ持ったまま逃げるな、これはおそらく。うい、よいしょ。さてバット、さあとりあえずちょっとミスったけど、オレンジオレンジでハイパーストライクかぶせ悪いし、ちょいミス、痛いぜ。さあアイテム2個使って敵を追っ払ってからのシュートだ、悪いし。ゼロ距離だから入るでしょ、これ。入ってくる、入ってくる。入ってくる、ゼロ距離シュート。入ったー、よっしゃー、追いついたー。ナイスだぜ、ワールイージー。最強。やっぱこういうハイパーストライクよ、やっぱ。ハイパーストライクよ、間違いなく。ねえ。よっしゃー、シュートだ。よっしゃ。おっと、シュートよ、こう、やっぱ。ほい。なんかわからんけど、おっと、どいてもらえ、どいて。よし、しっかりとどかしておけ。よし、さあこれで飛ばして、お、またいいもんあるじゃん。はい、これハイパーストライク完璧すぎる。逆転を作るのはハイパーストライクしかないよな。ありがとうオンラインマッチありがとう俺のクラブメンバー、マッスルライダーズオーナー代打ら、勝ちます、勝ちます、美しさで勝ちます。あと20秒ぐらいです。ふい、おっと飛ばしていけーと、おっとっとっと、痛い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 、どけー、ふう、飛ばして飛ばして、やばいっす、どいてもろてね、どいてもろてね、わーれよー、ワリオワリオワリオ逃げろドラーはいというわけで見事勝利。これぞこれぞ我がチームオンラインマッチ初勝利だ決めたのはまさかのハイパーストライク2回だけ。普通に負けるかと思ったけどなんか勝っちゃった、そういうこと。いや嬉しいねマジで。さあマッスルタイダース次は戦うぜ。だって向こうのチームやばくね、なんか900勝300敗とかだったけどさあ相変わらず俺のメンツはね、ロゼッタ、クッパ、ワリオ、ワロイージ、俺が僕が考えた最強のチームでいきましょう。まあ向こうもやっぱ編成似てるよな、やっぱ向こうのチームマジで強くね。900勝してるってなかなかないけど900勝2対1だよこれ。やっぱ2人いた方が強いのかな、このゲームってねえねえ、わ、おい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 、どい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 、はいはい、避けていって、おっと、いだ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 、しっかりとクリアリングされましてねえ、よいしょ、おっと、やぼうやぼうやぼうして、はい、シュート、さあいきなりシュートで、ロゼッタ、あーシュート空振ったまずいっすこれ。さあダイレクトシュート入れられる、嘘だろー。なんかピーチ姫採用してるチーム結構あるんだよな、前から見てたけど。よし、ピーチ姫って強えのかなーって思うよ、ほんと。うん、よいしょ、やめて、いきなり会えるやばいやばいやばい、これこれ普通に、あ、ピンチですこれ、はい、ピンチです、痛い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 、いきなりいきなりピンチですこれ、はい。さて上がっておいて、よいしょ、あい、いやさあ普通に強えけどこの人、サンダーとかワリオ決める、ワリオナイスだワリオ、ムンムン、よし、あぶねえ。ふっ、さあどうするこれ、さあこれでマジでどうしようかね、わーっといきなりやばいだろマジでこれ、バケモンだろ、よっしゃー、うわ、どけー、さてさてさて、うん、
飛ばすしかないじゃねえか。よいしょ。さてさてさて、はい、おっとどかして、痛い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 強すぎるだろこれ。止めてくれ、さすがに。はい、いってよ。すげえ強いけど火力。いや向こう2人いるからやっぱなんか早いんだよな、なんか基本的に。ナイス、キーパーいいよ。ねえ、はい、シュートお願いします。全然ダメです。まっするタイダルスの攻撃いってー。はい、いてっつ、何も見えん。さあダイレクトシュートできん。やべ、うん、なんとか止めるけど、あ、止めてくれみんな。うわーおやばい、待って、マジ強い敵と当たったかもしれん今回。ガチうめえけど敵、あべ、うん、いて、やばい、いきなりこれ入れられるってこれ。いや止めて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 終わってる終わってる、バカ強え、バカ強えけど、こんな強いの初めて見た俺。またダイレクトシュート、よしこれしかないよな今のも。え、めっちゃ強えけど敵どうすんだよこれ。よいしょ、はい、飛ばしていく。うわ、いやマジでうまいんだよな全部が、全部これ向こうの構成パクるのありだよな多分ね。えでも向こうのね構成にしろ、なんかねいろいろ知るためにはね、やっぱなんかいろいろ勉強せばならんなこれ、さすがに。よいしょ、はい、ダイレクトシュート。な、俺入らねえもんなダイレクトシュートしても、俺がやってもね。えそれがね問題だよなほんと。よいしょ、おお、うまい、さすがに、さすがにうまい、それは。よいしょ、どかして持っていて、あべ、はい、おっと、あべ、さてシュート入れるけど向こう2人いるってことも忘れちゃならん、向こうは2人いる。うわやべえよ、あ、うまい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 、赤ゴール赤ゴール赤ゴール当たった、赤ゴール当たったの今の。ねえ間に合ってないの俺の赤ゴール。さてハイパーストライクも決められてしまうやべえ、オンラインマッチ地獄だぜ。さあ青青か今の、やばいな、完璧すぎるやろ敵の強さこれ。よし、でもいてててててて、でもカバーも早いもんなやっぱさすがに。おい、さてしっかり止められる、あかあかあかストップ、じゃあ飛ばしてくよし、はい、さあここでハイパーストライク、まあとりあえず決めるけど1個オレンジになっちゃった俺も。どっちもロゼッテなんだよな、やっぱ決めてくれんのは。ちょっとでも追いつこうぜ、こっからワンチャン逆転つかも、俺がついに確定して。俺さ連携取りづらいからさ、俺このゲーム1人でいいと思ってたんだよ実は。入るー、だけどやっぱさ最終的に思うんだよね、2人だわ、連携と連携いるわ絶対ね。え連携って中力があるので、どう考えてもこれはあの2人以上の体制でやるべきですから。よし、危ない、うますぎるだろ敵さん。はい、押すな押すな押すなよし、くっ何もわからん、はい、クッパシュート、ロベッタもシュート、くわ8対4。やっぱねパス連携からのペスペスシュートっていう、ペスペスシュート、それが素晴らしく敵かまっ決まったよね。ちょっとねも結論なのかもな今の敵の動き編成も、なんかちょっとびっくりしたね、パスがパス早いのよやっぱ、パスとシュート高いんだろうなっていうのが分かってきて、バランスがすげえ大事なのかなって思っちゃった俺。分かんねえこれ、うわーこれ相手のギア研究せねばあかんな、ちゃんと
はい、とりあえずこれで終わりましょうか。やっぱね、オンライン世の中にはやっぱすげえ強い人がいるのと、一人で戦うよりは二人なのかもしんないね。なんでちょっとね、二人で潜ったりとかも今後やってみたいなと思います。連携取れるんでしょうか。はい、それでは終わりましょうか。皆様、チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。俺のクラブに入ってる人にはね、あの試合数あんまりやってない方とかは、脱退させて他の方入れていこうかと思いますので、そこら辺ご了承ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。おそばよ。次はね、ちゃんとしたシーズンの開幕頑張ります。